まずは7回の同点ホームラン、辰巳選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。7回エンス投手から同点となるホームランを打ちました。あの打席はどう振り返りますか？そうですね、母校の八代高校が今日ちょっと惜しくも負けてしまって、最後まで諦めない姿がかっこよかって感動したんで、楽天イーグルスも諦めずに今日勝ててよかったです。そのホームラン、ライトスタンド最前列だったと思いますが、入ったと分かった時の思い、いかがでしたか？よかったですね、はい。どのタイミングでホームランだと分かったんでしょうか？ベンチ座ってからホームランで分かりました。ありがとうございます。そのベンチではチームメートからはどんな言葉かけられましたか？もう僕には声かけてくれずに、もうみんなもう一回次の1点って言って声出してました。球場から笑いも起きていますけれども、苦しんでいたエンス投手に対して7回一気に3点追いつきました。チームとしては何かエンス投手に対して話していましたか？そうですね、でも首脳陣の方もちょっと暗い顔してたんで、なんとか今日はファンの皆さんにも勝ちを届けたいなっていうふうに思って、もう気合でみんな頑張りました。その言葉通りいい形で今週のゲームを締めくくりました。この勝利の大きさ、意味というのはどう感じてますか？今日負けてたら結構やばかったんで、今日勝てたことを次の週に生かしていけるように頑張っていきます。ありがとうございます。まずは辰巳選手でした。ありがとうございました。さあでは続いてのヒーローはもちろんこの人、背番号62、西口直人。続いては8回見事なリリーフ、西口投手です。ありがとうございます。同点に追いついた直後のイニングでしたけれども、どんな思いでの登板でしたか？そうですね、任せていただいた場面を精一杯抑えようと思って上がりました。その8回は変わってすぐ西武の主砲山川選手を迎えました。インコースも積極的に攻めていましたけれども、対戦どう振り返りますか？そうですね、ホームランもダメな場面だったので、でも大胆に攻めれたことが良かったと思います。西口投手、これでリリーフですが4勝目、チームの勝利を導く投球が続いていますけれども、ご自身の投球はどう振り返りますか？そうですね、自分が投げた後点を取ってくれることが多くて、ここまで勝てていると思うので、流れを持ってこれるようなピッチングをこれからも続けれるように頑張っていきたいと思います。チームの8回の勝ち越しの場面はベンチでどのような思いで見ていましたか？そうですね、浅村さんに打っていただけるように願ってました。その願いも通じましたね。はい。チームは4回から投手陣継投に入って7回に追いついてこの一戦をものにしました。その逆転でのこの1勝というのはどう感じてますか？そうですね、全員で今日は行こうという話をしてたので、こういうふうな形で勝ててよかったです。ありがとうございました。西口投手でした。ありがとうございました。さあ本日のヒーロー、締めはこの人、背番号3、浅村日向。
8回勝ち越しの犠牲フライ浅村選手です。はい、ありがとうございます。相手の誇るリリーフ水上投手から決勝点となる犠牲フライを打ちました。4点目入った時はどんな気分でしたか？いや、ほっとしましたね。まあちょっといいとこ持っていっちゃったっていう感じです。はい、大きな拍手もこの楽天生命パーク宮城に響きましたけれども、どのような思いで聞いていましたか？まあ最低限の仕事はできたんで、まあ良かったかなと思います。この8回は小深田選手が出て、銀次選手が、まあ、プレッシャーの中バントを成功させて打席を迎えました。こうチームのみんなの思いはどう感じてましたか？いや、本当にコブが、ヒットで出てくれて、銀次さんが、バントを決めてくれたんで、まあ、なんとか、返すしかないと思って、打席に向かいました。チームは3点リードを許す中で7回追いついて8回に勝ち越しました。こういい形での勝利になったと思いますが、そのあたりは浅村選手どう感じてますか？まあ、なかなか、勝ててないんですけど、まあ、今日こうやって逆転で、勝てたんで、まあ、勢いづいていけるかなと思います。対西武という意味でも苦しんでいた中で、なんとかカード3戦目を取って3連敗を阻止しました。こう上位を狙う中、この勝利どうつなげていきますか？いや、もう負けていい試合はないと思うので、まあ、とにかく、しっかり一戦一戦、戦っていきたいなと思います。ありがとうございました。浅村選手でした。